道大橋。広島県尾道市を出発、しまなみ海道を渡って愛媛県を目指します。四国の高速道路が乗り放題キャンペーンを利用してお得に旅を楽しみます。因島大橋。乗り放題キャンペーンは2023年3月末までです。キャンペーンの詳細は概要欄にリンクしています。生口峡。トイレ休憩にします。朝日が眩しい。一緒に行きますか？すっきりしました。次の橋は完成当時世界最長の蓮張橋だった。知らんけど。多々良大橋。次は博多島。来島海峡第1、第2、第3と3つの橋からなります。しまなみ海道で一番料金が高い橋です。これを渡ると四国本土、愛媛県今治市に到着です。来島海峡大橋です。これから香川県へ向かいます。道路乗り放題なのでバンバン行きます。安全運転で。コーヒーを飲みすぎました。
おトイレ休憩にします。シリ、経路よりトイレ。香川県観音寺市に到着しました。銭形砂へ向かいます。寛永通宝でおなじみ、巨大な砂絵です。450m 先、この道は一方通行です。造家花岩銭形展望台、目的地は左側、造家花岩銭形展望台。日和の風情が味わえる琴引公園にぜひぜひまたお越しください。ある海岸は日本の渚百選に選ばれている。眠そうですね。香川県高松市の道の駅源平の里群れ。目的地は右側、道の駅源平の里群れ。ここで昼食にします。レストランが大行列だったので、泣く泣くお弁当にしました。おまたテーブルです。これで1000円きついわ。ディスってるんじゃありませんよ。美味しかったです。次は徳島県鳴門市、DF 北灘魚市へ。すごい人の多さに、撮影どころではなくお刺身とお寿司だけ買って速攻で退避しました。流行り病云々ではなく、人混みが大の苦手なんです。次は道の駅くるくるなると行きましたが、出来立ての道の駅というのもあって満車。行列に並んでまでラーメンを食べたいとは思わない性格ですから、ラーメンは例えです。というか面倒くさいのが嫌なんです。気持ちを切り替えて次の目的地へ。ライス&インプリオーイング CO BBQ&ゼネラルへ向かいます。ライス&インプリオーイングカンパニー BBQ& ゼネラルストア。名前が長すぎて名前を覚えられません。地ビールを買いに片道420キロ走りました。通販で買えばいいのに。男のマロンです。撮影許可をいただいています。
おしゃれな店内と可愛い店員さん。物欲と欲がムラムラします。動揺していますか？道の駅大宮の里へ。今夜の食料がお刺身とお寿司しかないので、ドイツのホットドッグとドイツビールを買います。大宮の里に到着しました。まずは地酒から。ドイツビール。今夜の仕込みを終えたので、宿泊地へ。今回の車中泊は人生初の RV パーク。 RV パークなると天然温泉あらたえのよ。到着しました。左方向、その後目的地に到着。ナルト天然温泉あらたえの湯に到着しました。受付を済ませます。サクッと車中泊のセッティング。早く温泉に浸かりたい。英雄でした。なんぼでも飲めるね。いただきます。わあ、久しぶりの異空来た。何用ティッシュ。いただきます。うわ、うん、うわ、うまっ。純米超辛口ナルトタイ、いただきます。
うまいうまい、うん、うまいよ。一緒にキャンプしてみたいです。いや恥ずかしい。エッチなことしないでね。